イダルビシン、または、イダマイシンは、4、デメトキシダウノルビシンとも呼ばれるアントラサイクリン系、抗生物質であり、抗悪性腫瘍活性を持つ。分子の一部を DNA に挿入し、トポイソメラーゼ2を阻害することで、DNA 調和線形成を阻止する。ダウノルビシンの類縁体であるが、メトキシ元がないため、使用性が高く、細胞内への取り込みが容易である。 他のアントラサイクリン系薬剤と同様に、クロマチンからのヒストンの対比を誘導する。急性骨髄性白血病の一時治療として、シタラビンと併用される。急性リンパ性白血病や、慢性骨髄性白血病の急性添加の治療にも使用される。急性骨髄性白血病、日本以下の患者には近忌である。重大な副作用は、下記の通りである。 20%以上の患者に、食欲不振、悪心、嘔吐、下痢、脱毛、発熱が現れる。イダルビシンは、常中後イダルビシノーリに変化し、血中からは2相性で、半減期6.40から9.85アワーズで消失する。消失速度定数は、t1 にアルファ小、0.25プラスマイナス0.13アワーズ t1。 二 β 小、9.4プラスマイナス3.4、アワーズである。主に尿中へ排泄されるが、投与後7日間の総排泄量は、イダルビシン2.04%、イダルビシノール11.53%で、合計13.57%であった。DNA と結合した後、核酸ポリメラーゼ活性を阻害し、また、トポイソメラーゼ2阻害により DNA 差を切断する。 塩酸ダウノルビシンでは、相当余量が、体重あたり 25mgkg。塩酸エピルビシンでは、相当余量が、アントラサイクリン系薬剤未治療例で、体表面積あたり 900mg マイメートル2等。アセチル元が、ヒドロキシエチル元に還元されたもの。ありがとうございます。